はいどうも、レイガルンでございます。軽めの開封動画行ってみましょう。ダーン、虹ヶ崎スクールアイドル同好会デコステッカーボリューム2ということでですね、いやなんかちょっとね売ってたんですよ。第2弾、これは第1弾が人気やったっていうことですからね。はい、こちら、以前ね、ボリューム1の方開封の方させていただいてるんですけども、あのなかなか愛さんが来ないっていうことでね、もうだいぶちょっともう病みかけてました私。はい、で最近ちょっとね打率が悪いんですよ本当に、虹ちゃんの開封ので。まあ今回もねちょっとまあアニメ調なんですよね多分ね、今回のシリーズ。そうそうそう、アニメのイラストが多く含まれているデコステッカーということで、ぜひ当てていきたいんですよ。というわけでまあ早速開けていきましょう。いや本当にね、まずガムが入ってます。これあのエンスカイさんの、そうそう、商品なんで、でこのシールを出して、さあまず1枚目からいきたいと思います。いきます、3、2、1、よいしょ。わっ、かわいい、かなたちゃん来ました。うおいいね、虹色パッションズの、はい、オープニング衣装でございます。かわいいね。そうで、縦とか横とかあるのよ。多分これ多分横だと思うんですけど、ちょっと見ましょうか。3、2、1、よいしょ。お、しずく、いやいいな、めっちゃいいな、この交渉とこう横に並んでる感じ、あめっちゃいいっすね。でね、もう最初に言うの忘れてたんですけど、あのこれ1パックに2枚入ってるんですね。ちょっとお買い得感ありますよね。はい、ということで、かなたちゃんとしずくちゃん来ました。さあ、なんかしずくちゃんはめちゃくちゃ弾けるんですよね僕ね、なんだか謎に。しずくちゃんはめっちゃ来てくれるんだよ。じゃあ2パック目になります。はい、1枚目からいくよ。3、2、1、よいしょ。あ、エマちゃん、いい感じですね。はい、そうエマちゃんが来て、そうエマちゃんが来て、さあこっちはどうだ。3、2、1、よいしょ。あ、カリンパイセン来て、さあカリンパイセンが来て、さあどうなるのか。そういい感じですね。でもすごいなこれ、エマカリンやで、これ激アツ、激アツ CP やんこれ。え、すごいな、なんか一緒のところに入ってるってだいぶ熱いですね。はい、ということでまあもうねお察しですよ、ラスト1パックですよ。もうこれね、まあでもその結構ねお値段もそこまでかからないしお買い得なんでね、もっともっと詰めるんですけどもね、私はなんかそのガム、自分のルーティン的にこう3パックで決めたいね、歯の人間なんですよ。はい、じゃあ泣いても笑ってももう最後なんでいきたいと思います。さあもうちょっとほんまにお願いな、ほんまにマジで。3、2、1、アイさん、わ、かすみ、あ、これ未来ハーモニーですね。いや、めっちゃいいやん。ミラハモモハ。だから次、これだから横なんだよ。いやー、横なんだよね。はい、さあ、ちょ、頼むぞ。行くぞ。3、2、1、アイさん、来い、来い、来い。あ、エマタソー、エマタソーです、エマタソーです。エマ、あ、かわいい、あ、すごい、かわいい、かわいい、あ、エマちゃんめっちゃ、かわいいぞ。かわいいよね。いや、ちょっともう、なんかもうふんだんに見せる。もういいよ。もういい。全員ふんだんに見せるわ。ちょっと愛さん来おへんかった。もうふんだんに見せる。めちゃくちゃ見せるよ、俺。かわいい。そう、これかわいい。かわいいんですよ。で、こうまね、これね、ふんだんにこう、皆様にお見せしますよ。今日当たった子たちを。そう。ね、そう、こんな感じ。はい。だからね、もう本当に言うんですけど、かわいいんですよ。全員。めちゃくちゃかわいいです。僕は、もう、どのキャラが当たっても基本的に、めちゃくちゃ嬉しいし、やっぱり可愛いからね、もう全然 OK なんですけど、アイさん俺なんかしたから、マジで最近マジで打率が低いな、ちょっと悲しい。いやー、まあちょっとリベンジできたらリベンジしようかなとも思いますけども、まあ今回こういうラインナップでございました。まあ本当にお安いのでね、結構皆様もお手元に揃えやすいかなっていう感じでございます。で、縦と横のシールがあるし、なんだろう、需要も叶えてますし、で結構このシリーズなんですけど、多分いろんなとこで結構売ってるイメージがありますのでね、手に入りやすいのも、まず魅力の一つでございますので、皆様もね、もしどこかで見かけたらぜひぜひ買ってみてください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。レイギャルンでした。バイバイ。